あら、おはようございます。堀鉄さんとのコラボですけど、いや楽しみですね。もう何買おうかなって今考えてます。買うと何万回。はい、吉谷君、おはよう。ね、今日は堀田さんとのコラボですけど、どうですか。楽しみだね。なんかこの間おれんかったからね。ああそうだね、この間ね、何だったっけ、なんかどうしてもちょっと動かない。静岡に行かなあかんかった。ああはいはいはい、そうだね、バタバタ静岡行って、うん、そう、生で見れるんで、うん、楽しみ。これね、何作ろうかなって。楽しいよ。行ってみよう。お疲れ様でした。いや、どうでしたっけ。めちゃめちゃ楽しかったです。あ、なんか、まあ、僕らからすると、まあ、ものすごい新しいことをしたっていう印象があるんですけど、はい、で、まあそのまあ、第1回目ってことも含めた、まあ、手応えといったところも含めて結構十分なものが得られたかなと思うんですけど、はい、そうですね。どうでしたか。いや、もう本当その通りで、まあ、だいぶ手探りで不安な部分はあったんですけど、はい、あの自分が想像していないものが、うん、あのいっぱい来て、あ、まあ、それはそうですね、はい、今回作っていただいたやつもう絶対自分じゃ考えつかないようなものだったので、はいはい、あ、お客さんとこういうの求めてたんだ、こういうのが世の中でなくて、自分で作りたいと思ってる人結構いるのかなって感じられたので、も僕も同じようなこと思って、はい、なんか結局こっちの思うこういうのが欲しかったんでしょっていうのは、まあ、やっぱ押し付けなきゃいけないかなっていうのは。そうですね、本当いい意味で裏切られました。裏切られた、はい、本当に何ていうのかな、新しい、全く考えてもいなかった目線というか、いろんなものが感じれた、まあ、非常に収穫のあるイベントだったんじゃないかなと。そうですね、はい、ぜひでもね、向井さんが、ね、はい、続けてやっていきたいので、ぜひぜひこの動画を見てね、あ、こんなの作れるんだと思った方はもうどしどし今日は来ていただいてね、あのいろいろと動画撮影を、ね、していただいて、まあ、あの結構、ね、すごい独創的なものを作っていただければというふうにやってるので、ぜひね、矢田さんのね、動画を、チャンネルの方もね、見ていただければいいんじゃないかなと思います。お願いします。結構がっつりね、2時間ぐらい全部で、2、3時間撮ってるんで、まあ、という感じでね、まあ、あの今後ともね、こういったイベントいろいろやっていきたいと思いますので、あの皆さんね、ぜひよろしくお願いします。